相馬が公安の潜入捜査官であるならば、逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せるかもしれない。八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが、誰も知らないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくる。それは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。源田先生、昨夜の横浜の件、結局爆弾テロってことになったみたいです。1名死亡、遺体は焼けてしまって身元不明。それが八神の言ってた赤池君か。ええ、だと思います。相馬のことも RK のメンバーのことも記事には出てません。これって公安が情報操作でもしてるってことですかね。公安だってそこまで万能に何でもできねえと思うがな。まあ夜人気のないところで爆弾を仕掛けられたとなりゃ、警察がテロと考えるのが妥当だろう。なるほど、そうかもしれませんね。ただこの先赤池君の身元が判明したところで、爆発現場にいたのは桑名だの相馬だの得体の知れない奴ばっかだ。となりゃ捜査は難航。そのままお見合い入りかもな。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら、政権はびっくりするでしょうね。ああ、それより八神は昨夜電話をよこした気か。いえ、さっきメールで連絡がありました。これから病院に行くそうです。なんだよ、どっか怪我したのか。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。怪我の治療ではなく、事件の関係者と会いに。病院にいる関係者って？楠本玲子です。13年って信じらんないよ。目が覚めた途端30歳なんて。ゆっくり慣れてけばいいから。また仕事？すぐ戻るよ。ちょっと人と話してくるだけ。もう鏡は置いときなさい。あなたが桑名を公安に売ったのは、満君が目を覚ましたから、そういうことだったんですね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えた満君とまた別れることになる。それもあります。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。ただでさえハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。お母さん。
ここどこ？ミツル。なーに？ミツル！ミツル！驚きました。まさかこんなことが。しかしこうなるとどうやら状況が変わりましたね、楠本さん。一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。でもあなたには守るべきものがあるじゃないですか。しかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうです。それを守りましょうよ、楠本さん。私たちと手を取り合って。私には守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。そして昨夜は赤池君が首を切られて死にました。桑名もそこに加わることになるんですね。俺も危ないのかな。あの方は昨日どんな様子でしたか？桑名は RK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察してました。そのことをどう感じてるかは分かりません。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。あなたの河合信也への復讐は誰にも責めることができないって。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だからあなたのことはあいつに任せます。どのみち俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。今日ここに伺ったのはなんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから、それだけなんです。ミツル君が順調に回復することを祈ってます。八神氏、もうお戻りで？体の調子はどうです？昨夜は爆風で吹っ飛ばされたんですから。ああ、なかなかいい経験させてもらったよ。タフですな。さすがカムロ町の探偵。よう来たな、ターボー。こっちは桑名の居所を町で聞き込んできたとこだ。収穫は聞かないで。手がかりはなかった。まあな。ちなみに町はどこ行っても RK の連中がうろうろしてやがる。桑名のやつがどっからとっ捕まったら
何かしら動きがあるだろうぜ。これ昨日クアナから渡されたんだ。江原敏郎の写真。クアナさんはこれを渡すためにわざわざ八神氏を呼び出したのですか。ああ、江原に渡しといてくれってことだったんだけど。なんだよ、ああひび入っちまってんじゃねえか。ちょっとつくもの方で調べといてくれるか。ただのペンダントってことはないと思う。承知しました。詳しくわかるまで江原には渡さないってこと。そのぐらい別にいいだろ。俺は昨日そのせいで爆死するとこだったんだし。時に八神氏、江原の痴漢裁判は今どういう状況です。沙織さんが控訴の準備中。日程はまだだけど裁判所もなる早で動いてくれてるよ。その裁判でこっちの訴えが認められれば自然と桑名の存在も明るみに出る。それって楠本玲子とか公安にとってはあまりいいことじゃねえよな。ああ、桑名の素性とかこれまでにやってきた殺しが知れれば多分楠本玲子も関連を疑われることになる。そんな状況になったら年金運用をどうこうできる立場じゃなくなるからね。なるほど。みんな陰でこそこそ自分の正義をぶつけ合ってる。でももうたくさんだ。早くケリをつけないと桑名は公安に消される。俺はあいつをそんな風に死なせたくない。じゃあ八神さんはこれからどう動くつもり。江原の裁判に向けて沙織さんをサポートする。ふん、なんだか振り出しに戻ったな。まさか。とんでもないですよ八神氏。痴漢裁判を取り巻く状況は当初と大きく変わって完全に別物です。僕は真実を追うというただそれだけのことがかくも大変なのかと思わずにいられません。そうだね。でも真実を暴かなきゃ助けられない誰かがいるし、浮かばれない誰かもいる。そんなの黙って見てらんないよね。やっとわかったか。悪くねえ仕事だろ探偵ってのは。みんな引き続き偉人町で桑名を探してくれるか。俺は江原の件を沙織さんと打ち合わせてくる。了解です。偉人町の監視を強化しますぞ。こっちも行くぞ杉浦、お仕事の時間だ。はいはいっと。桑名さんから渡されたペンダントは僕の方でじっくり調べてみますぞ。八神氏は外を歩くときご注意を。偉人町も神室町も RK のメンバーが至るところで目を光らせているようです。
しばらく寝とけっての。なんだ、お揃いじゃん。あら、白崎先生からお呼びがかかったんだ。お前がカムロ町を開けてる間、雑用の手が足りないってんでな。沙織がそんな言い方するわけないでしょ。まあでも、雑用は嫌いじゃないんです。八神さん、ちょうどいいところに来てくれました。これから改めて江原さんと接見しに行こうと思います。わかった。でも何を話す？痴漢の無実を主張するには、やはり同時刻にあった三越場殺害が江原さんの犯行だったと証明しなければなりません。ただし殺人動画は証拠として認められないので、他の材料が必要です。要は新しい証拠がいるってことだ。もしかしたらまだ見ぬ殺しの証拠がどっかに残ってるかもしれん。それを江原と接見して本人の口から聞き出すってことですか？難しいとは思いますけど、でもそうです。本当は僕も行きたいんですけど、こっちも東さんの仕事を監督しなきゃいけないもんで。はあ？それじゃ俺が星野君の部下みてえじゃねえか。星野先生と呼んでくれていいですよ。いつからそんな舐めた口。江原は八神くんにだけは本音で話しているみたいね。だから八神くんが行けばきっとまたこれまでになかった反応が期待できるんじゃない？ああ、とにかくやってみるよ。俺も江原とはもう一度話したいと思ってたし。よかったら沙織をお願いね。それより真冬はこんなとこいていいのかよ。検察から裏切り者だと思われない？何言ってんの。私は弁護側の情報を盗みにここ来てるんだから、今の話も高野検事に筒抜けだと思って。じゃあ用心しなきゃな。では私は支度がありますので、八神さんは少し時間を潰してていただけますか？そんなにお待たせしないつもりですが、準備でき次第電話します。わかった。八神さん、僕はこれから江原の奥さんに話を聞きに行ってきます。奥さんは横浜に別居中ですけど、三越場殺しについて江原から何か聞いてたかもしれません。東さんにも手伝ってもらうつもりです。江原が痴漢か殺人犯か、弁護士たちの間でも結構話題になってるみたいだぜ。三越場の殺人動画が本物かどうかで真っ二つに意見が割れてんだとさ。江原が痴漢か殺人犯か、三越場の殺支度でき次第電話しますね。控訴前に江原さんと話すのはこれで最後になるかもしれません。八神さんもそのおつもりで。街ん中は相変わらず RK が幅利かせてやがんぞ。最近は特に登場会だった連中が堂々と前面に出てる感じだ。一人で動くときは用心しろ。別に心配してるわけじゃねえがよ。沙織のことをお願いね、八神くん。江原の痴漢裁判は警察にも検察にもナーバスな件だから、沙織一人じゃ大変だと思う。私もできる限りのことはするから。てよっ。
八神さん、お待たせしました。拘置所に向かいたいと思います。今どちらですか？神室町にいるよ。じゃあ俺がタクシー捕まえて沙織さんを拾いに行こうか。なるほど、わかりました。お願いします。なるほど、残念ですね。殺人動画証拠扱いされないとあれは法廷で披露してほしかったですよ。一人でも多くの人に。動画の内容を事実と認めたら、その時点で痴漢の一審は白紙、無罪にひっくり返ります。検察としては断固江原さんの御子柴殺しを受け入れられません。下手したら今、仮にあんたが殺しを自供したとしても無視しかねない。それはいい。どう転んでも私は痴漢の実刑だけで殺しの罪を免れる。ああ、俺らにはあんたや桑名の仕掛けが全部わかってる。ただそれを裏付ける証拠がないお気の毒です。ところで、刑務所を出たらあんたは御子柴殺しを告白するって言ってましたね。それで痴漢の冤罪を訴えられるし、法廷がみすみす御子柴殺しの犯人を取り逃してたことも嘲笑ってやれる。ええ、法が信頼に足るものではないと世間に教えて差し上げたいんですよ。マスコミを通じて大々的にやりたいですね。なるほど。その時は何か殺しの決定的な証拠でもあれば、告白に真実味が出ますね。もしかしたらそんな何かをあんたはもうどこかに隠し持ってたりして。ほう。今度の控訴で俺らも何か新しい証拠があるといろいろ様になるんですけど。頭のいい先生たちがそんなことを泣きつきに来たんですか？私は法廷で殺しを認めるつもりはないと言ったはずです。だからその証拠も出す気はない。証拠を出す気はないということは何かあるんですか？まだ私たちの知らない御子柴殺害の証拠が何があるんです、江原さん？仮にあったとしてもあなた方の手には入りません。変に期待させてしまったのなら申し訳ないですが。御子柴殺害の凶器、そういえば神奈川県警の刑事が言ってました。殺しに使われた凶器がまだ見つかってないって。なるほど。凶器は確か動画には映ってましたね。ナイフです。殺害現場で凶器が見つかってないんだとしたら、犯人もしくはその一味が持ち去った可能性が高い。普通の犯人なら凶器はどこかへ捨てるなり始末します。でもあんたはそうじゃない。
法の目を出し抜いて息子さんの仇を取ったと大々的に嘲笑ってやりたいと思ってる。それで？もし痴漢の冤罪で服役した後あんたが三越馬殺害を告白したって証拠がなけりゃただのたわごとだ。そこに説得力を持たせるにはまだどこからも見つかってない凶器の後出しは実に効果的です。法廷での議論を証拠一つで全部ひっくり返してやれる。いい調子じゃないですか。ならどこにその凶器を隠したかも推理したらいい。あんたは異人町で三越馬を殺した後すぐに池袋の駅に向かわなきゃならなかったはずだ。ただし現場には共犯者もいた。だとすると凶器を隠す時間はいくらでもあったことになります。ああ、だから推理できるのはここまでってことか。他に話がないなら戻らせてもらう。桑名が姿を消しましたよ、江原さん。公安があいつの存在に気づいたんです。公安？だからあんたの復讐に最後まで協力できなくなったと、そう伝えるよう桑名に言われました。そうですか。でもそういうことなら彼にはもう十分力になってもらった。もともと二度と会えないものと思ってて。このままじゃあいつは逃げ切れません。公安に捕まった場合その先にあるのは公正な裁判なんかじゃない。連中は桑名を闇に葬ります。どういうことだ？何が起きてる？前に来た時俺はあんたらが虎の尾を踏んだと言いました。その虎が公安だったと？そう。でもあんたらのしてきたことを全部明るみに出せれば公安も迂闊には動けなくなる。桑名を助けるにはもうそうするしかない。手貸してくれ、江原さん。私は三越馬殺しを法廷で認める気はない。そんなことをして敏郎を見捨てた方を取り繕わせたりはしない。桑名さんにも私にもそれぞれ信念がある。そのために命を捨てると誓い合った。命捨てるってそう言って考えることから逃げたいだけだろ。そうかもな。八神さん、私が八神さんに依頼したのは江原さんの関わる2つの事件、電車内での痴漢と三越馬殺害を調査してほしいというものでした。でももう一つ依頼を追加させてください。弁護士バッジはまだお持ちですよね。江原さんの控訴、八神さんも弁護人としていらしてください。今度の裁判には八神さんが必要です。いいのかな。俺が弁護すると高いんだけど。源田先生にはよく言っておきます。わかった。毎度どうも。こんなこともあろうかと思ってさ、これいつも持ち歩いてんだ。知ってます。あれ？そう。